でさ、それでね、昨日見たアニメの設定が面白くてね、あるきっかけで主人公の家でメイドをすることになったドラゴンたちが出てくる日常作品でね、いろんなドラゴンが出てきて人間社会に馴染もうと毎回ドタバタするんだよね。え、ドラゴンにもバフニールとかブリトラとかリバイアさんとか種類があるものね。そうそう、その中でも僕が好きなのが、うわちょっと一体急にどうしたのよ。いや、今突然目の前を虫が横切ってきて、え、うわ虫なんてどこにもいないんだけど、一体何に驚いているのよ。タヌキさん、キツネさん気づかないの？黒い何かが今横切ったじゃん。ん？ちょっと一回落ち着きなさい。え、こんな路上でそんな。いいから目を左右にゆっくり動かしてみなさい。突然何なの？どれどれ。うわ！さっきの虫がまた飛んできた。気分症でビビる。よし、今日は気合を入れて溜まった海外の論文一気に翻訳しましょうか。いやー、キツネさん助けて。気合入れた先から邪魔が。突然悲鳴を上げてどうしたのよ。タヌキさん、あのタンスの隙間にゴキブリが潜っていったんだ。あら、そんなことなのね。そんなことじゃないよ、虫嫌いの僕にとっては一大事なんだからね。はいはい、殺虫剤持ってきてあげるからちょっと待ってなさい。この辺りかしらね。いやー、うわー出てきた。キツネさん早く追撃追撃。さすがの素早さね。いやー、なんでこっちに来るの？どっちに逃げれば最適か瞬時に理解する虫の知らせというやつかしら。虫嫌いに向かってくる。ふんふふんふふん。近所に美味しいパン屋ができたって聞いてやってきたけど、パンも甘いものから惣菜系まで種類が豊富で、見ているだけで楽しくなってくるわね。焼きたてのパンの香りでもうお腹が減ってきたよ。それじゃあ一人三つまで好きなパンを選ぶことにしましょうか。それじゃあ僕はスペシャルボリュームミートパンとマックスてんこ盛り生クリームパンを。カロリーの暴力みたいなパンばかり選ぶわね。それよりも王道のアンパンとかメロンパンとか蒸しパンなんかも。蒸しパン？いくらいろんなパンがあるからってそんなものまで。へ？蒸しパンなんてどこにもあるし大好物よ私は。たくさん買っておくからタヌキさんも食べていいわよ。蒸しパン。いや、僕は遠慮しておくよ。キツネさんいくら虫好きだからってそれはちょっと。蒸しパンを蒸しパンだと勘違いする。うわーん、大変なことになっちゃったよキツネさん。また何かやらかしたのねタヌキさん。今度はどうしたのよ。部屋に食べ物のゴミ放置してたら狛江が大量に湧いちゃったんだ。キツネさん一緒に退治するの手伝って。完全に自分のせいじゃないの。私は関係ないんだし、自分の部屋なんだから自分で片付けなさいよ。そこをなんとか。しょうがないわね、ゴミの片付けはしないけど、小林の処理だけなら手伝ってあげるわよ。あ、それじゃダメだよ。ん？今湧いてるのは飲み映えって種類の小林だからそれじゃ効かないよ。種類によって効く殺虫剤が違うし、めんつゆトラップが効くのも症状映えだけなんだよ。あと植物の周りには黒くて小さいキノコ映えが湧くし、お風呂とか台所の水回りだと腸媒も気をつけなきゃいけないんだけど。それだけ詳しいならそもそも小媒が湧かないように気をつけなさいよ。苦手だからこそ無駄に詳しくなる。はあ、タヌキさんの虫嫌いに付き合わされるのも疲れるわね。この前も部屋に大きな足高雲が出てきて騒いでたし、見た目があれでも液中だし、ゴキブリだって別に悪さをしているわけじゃないのにね。少しは私の解説で虫に興味を持ってくれると嬉しいんだけど。いい。あら、静かだと思ったら何見ているのかしら。じー。あ、顔ゴシゴシしてて可愛いぞ。タヌキさんって虫嫌いじゃなかったっけ？そうだけど、それがどうしたの？あ、そういえば今日はテレビで最強のカブトムシ決定トーナメントの特番があるんだった。録画のセットはしてるけど、キツネさんも一緒に見ようよ。
ダメな基準が全然わからないわ。平気な虫は平気。変な生き物チャンネル。前も疑問だったけど、虫嫌いなのに平気な虫は平気よね。カブトムシとか自分から採集しに行くし、基準がよくわからないわ。え、だって小さいクモは可愛いし、大きなカブトムシはかっこいいじゃん。それじゃあ、ゴキブリにも角がついていたら好きになるのかしら。そう考えると、カブトムシもなんだかちょっと。逆に苦手な虫を増やしてしまったわね。それじゃあ、今日も歩行の解説を始めていくわよ。歩行その1、飛蚊症って何？視線を動かした時に、糸くずや虫のようなものがついてくる症状を飛蚊症というわ。目の中に起きる症状で、年齢によってほとんどの人がなるもの。虫嫌いな人は、これが原因で驚くこともあるみたいね。飛蚊症かどうかを見分けるには、視線を動かした時に一緒に移動するかどうか。ゴマ状、虫状、糸くず状、煙状、カエルの卵状などなど。数や形、大きさも、人によって様々あるわ。初期症状では気になるものの、時間とともに慣れるから心配しなくてもいいけど、視界を遮るほどのもやや、一部が欠けたような症状が現れた場合、飛蚊症以外の症状の疑いがあるから、早期の眼科の受診をおすすめするわ。ここをその2、虫嫌いな人に向かう法則。虫嫌いの人が、虫を苦手とする理由で多く上がる理由の一つとして、突然飛んでくる、向かってくるというものがあるんだけど、みんなも一度は、昆虫が向かってきてびっくりした経験があるんじゃないかしら。虫たちはなぜか、虫嫌いの人に向かう法則があると言われるわね。これは、私の推測だけど、2つ理由があると考えられるわ。1つ目は、虫の防衛本能、2つ目は、認知バイアスね。多くの動物は、人間に対して警戒心があり、基本的に近づいてこないもの。クマなど、人間が絶対にかなわない動物であっても、それは変わらないわ。動物同士でも命を優先して、争いを避けて逃げることが多いわね。昆虫に、その判断力と知能があるかはわからないんだけど、苦手な相手に向かっていけば逃げてくれることを瞬時に理解し、とっさに怖がっている人に向かっていって生存確率を高めているんじゃないかしら。二つ目の認知バイアスというのは、思い込みにより間違った判断をすることで、みんなも遊ぶ日に限って雨が降るとか、頑張った時に限って失敗するとか、自分が妙な不幸体質であると感じたことはないかしら。それは、多くの場合、先入観や勘違いによるものだと考えられていて、虫が向かってくるという悪い経験だけを強く覚えてしまった結果、確率は半分以下なのに、虫嫌いに寄ってくると、印象づいてる可能性があるわ。